ZOZO マリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の有吉、対するバファローズの先発は右の超、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の有吉マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは福田。背番号4、第1球投げました、決まった、ストライク。第2球投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、引っ張った、ライト交代、ワンバウンドヒットになる。福田二塁も狙う、福田ツーベースヒットを放ちました。マリーンズ先制のピンチを迎えます。バッターは指名打者ロメロ。マリーンズいきなりピンチを迎えています。ツーシーム見送ってストライク。第2球投げた、打ちました、セカンドの左、セカンドから一塁送球、アウト。マリーンズなおもピンチが続きます。吉田正尚背番号34。第1球初球を打ちました、1・2塁間のゴロ。バファローズまずは1点先制、1対0。杉本背番号99。第1球投げた、初球ツーシーム空振り、タイミング合いません、ストライク。第3球内角高めいっぱい、見逃し三振。有吉3球で仕留めてみせました。1回の表が終わって1対0、マリーンズ先制点を奪われています。2回の表1点を追いかけます、バファローズの攻撃。先頭バッターは宗。第1球投げた、ボール。まずは外角低め、投げた、2球目空振り。第3球を投げた、決まってストライク、追い込んでいます。インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった、背番号3。第1球投げました、初球空振り、少し迷ったか、投げました、内角低めいっぱいストライク、追い込んで第3球をアウトコース低め、見逃し三振。有吉ナイスピッチング。さあリプレイです。バッターは7番モヤ。モヤ背番号。第1球打った、これはいい当たりだ、入れば同点だ、レフトセンター見送った、ホームラン、同点ホームラン。左中間スタンドへ吸い込まれていった、初球を持っていかれました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは8番紅林。紅林背番号24。第1球初球見送ってストライク。投球これから2球目、インコース低めいっぱいストライク、これで追い込みました、投げました、アウトコース低めボール。第4球を外角低めいっぱい、見逃し三振。2回の表が終わって2対2、有吉この回さらに1点を失いました。バファローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは伏見。第1球初球打った、これは内野ゴロ、レアード、そのままベースに入ってアウト。バッターはトップに帰って福田。第1球投げました、打ちました、ピッチャー返し。そして今拾い直した、記録はヒット、記録はヒットです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第1球投げました、インローギリギリいっぱいストライク、まずは入れてきました、投げた、打った、当たり損ねのサードゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3回の表が終わって2対2、現在同点です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは吉田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球打ちました、投球は3球目投げた、見送ってボール。次は4球目投げた、打ちました、キャッチャーの頭上、キャッチャー落下点。
掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは杉本、これが2度目のバッターボックス。ストレートはストライク、まずは決めてきました。投げた、ストライク、これで追い込みました。第3球ボール、第4球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球ストレートはボール、まずはアウトロー、投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、完全に外れた、ボール。投球これから5球目、打った、流し打ち、安田軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。有吉見事バファローズ打線を抑え切りました。4回の表が終わって2対2です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは足立、投げました、ストライク、膝元厳しいところ、まずは入れてきました、打った、ファール。追い込んでから投げました、打ちました、中村ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番モヤ。第9投げた、打った、ファースト左横のゴロ、アウト。レアード、そのままベースに入ってツーアウト。右バッターボックスには紅林。第9投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。投げた、ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げた、ツーシーム、見逃し三振。有吉見事なピッチングです。有吉最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対2です。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは伏見。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。打ちました、ファールボール。追い込んで投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。有吉3球で仕留めてみせました。第1球投げました、初球から打ってった、ファール。第2球投げました、打ったに当たりだ、クリーンヒット。ジョーンズいいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは DH のロメロ。今日はセカンドゴロとサードへの併殺打。第2球投げました、外角低めいっぱい、ストライク。投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、1、2塁歓迎、2塁を送る、セカンドフォースアウト。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。レフト吉田正尚。第1球投げた、危ない球。第2球投げた、ストライク。第3球打った、ライトの右、ヒット。打球が転がっている、1塁ランナー2塁を回った。セカンドから三塁送球、吉田いいバッティングを見せました。マリーンピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。さあ、この大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。第1球投げた、見送ってストライク。まずは入れてきました、投げた、打ちました、センターへ持っていった、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。有吉見事に流れを断ち切りました。マリーンズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。マリーンズ1点差で逃げ切りました。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手有吉、西武増田、敗戦投手長でございました。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りし